マショ道のてっぺとさあというわけで、今回は後編となりまして、前半戦から、スマスロバイオハザードヴィレッジを打ってるわけなんですけれども、前半の結果をおさらいしますと、僕はいつも通りの低空飛行スタートということで、今地下に向けてガーッて絞ってるところなんですけど、後半は上昇しますから、助走ですね。助走です。いつも大体助走で飛ばずに終わるんですけど、なんとか今回は飛んでみせようと思ってます。で、みちいさんが私は結構900枚ほどいただきまして、当時は9000円なので浮いてる状態でございます。で、今回はですね、ミッションが1つ、ちょっと特別会みたいな感じになっておりまして、そのミッションが2人の3枚数をプラスにする、でそれを達成すると、おのおのに甘ギフ3000円分プレゼントという、なんか急に太っ腹、一番嬉しい、一番嬉しいですか。やっぱりほぼこれみたいなもんなんで、そうですよね。やっぱりいただけたら嬉しいプレゼントということで、一応なんかちょっと最近なんか優しすぎて怖い気は。なんかご褒美会に向けてゴニョ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 やってるじゃないですか。そうなんですよ。それがなんかどう不安ですね。不安であり不穏です。もう不吉とも言えるかもしれませんが、現状はとりあえずミッションを達成すれば甘ギフがもらえて、かつ見ている皆様にも、サミー商店さんのオリジナルグッズをプレゼントする。プラスおまけで、サイン。そっちがメインですよ。いやもう。柳井さんはメインですけど、マジでカメラで撮っとしてニヤニヤしながらこっちがメインですよ。カメラこっち側に向けてギュッて向けてほしいんですけど、そういった、我々もそうですし、皆様にとっても一応メリットのあるような特殊ルールになってますんで、ぜひ後半はそれを達成して、皆様にしっかりお届けできるように頑張っていきたいと思います。さあ、それでは後半戦、なんとか勝ちましょう。頑張りましょう。鍵を握るのは俺。お願いします。頑張ります。ベイビー。おお。チャンスアップ。143ゲーム。今日全部やれてるから、ここもいける。いけます。イメージが大事。お、100の後半でいけば。チャンスね。クライマックス7。私もレバープチュンとか素直なプチュンが見たいです。あれはびっくりしましたね。毎回びっくりさせてくる。うますぎない？4打数4安打ですよね。60%強ですよ。6割強の成功期待となるね。ありがとうございます。素晴らしいです。よし、ここ、おお、うまい。うまし。弱点不明。10。おお、すごい。荒ぶっておる。10。いや、もうちょっと欲しかったな。確かに。もうちょっと20ぐらい欲しいですよね。天才か。天才です。さあ、平均超えなるか。お、さあ。この音の音ですよね。バーバーバーが聞きたい。来た。うまい。これ緑ってことは赤もある。もちろん。まだありますよ、全然。ただ大体ここで終わります。そうなんです。10をさあ100。ありがとうございます。なきがない。はい。師匠どっちですか。右です。はい。真ん中。ようやく僕の使い方が分かってきましたね。これマジで結構信頼度高いんで。いや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 。いやいいですよ。ガンガン使ってください。大変失礼なことをしました。いやいいんです。師匠。中です。ほら信じればよかった。いや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 。そのままやってたら5連ぐらいはしたと思いますよ。一回その罪の意識に苛まれちゃったのがもったいなかった。ただおめでとうございます。ありがとうございます。平均超えでございます。やった。まあでもちょっと115乗せても安心できないです、ね。そうですね。一応さっき200持っててっていう感じだったので。スルッと終わっちゃうので。まずは早めに一回ナイトオブファイアにつなげたいですね。20ゲームです。強烈役が欲しいですね。強烈役は。はい。ナイトファイヤー。来い。はい。あ、これ上乗せです。あ、上乗せ。これ信用入社の演出のオマージュなんで。お、そうなんですか。はい。来た。よいしょ。ってことは？これ強チャンス目なんで。マジでバイオチャンスいく可能性高いです。やった。行こう。ういし。あ。でここからレバーでブンって飛び出してまいります。あ。あ、これがバイオチャンス。これバイオチャンスです。で、リプレイで50%。はい。まあそれレア役で100%かな。で成立役に応じてこの基礎ゲーム数の昇格抽選をしていくんで、30までいけば30が今度増殖しますんで。あ、なるほどなるほど。わリプレイ引きたいですね。うわあ、下手くそ。むずいんですよ、なかなか。うわ。これで10が増殖っていう形になります。こっからは。そして。増殖しろ。いや、増殖は絶対するんですよ。増殖は絶対する。バイオチャンスは。一回はする。一回はします。え。あれ、しないんだっけ。あ、すみません、俺勘違いしました。成功しないとしないんだ。あ、なるほど。すみません、申し訳ない。ラスト5ゲーム。奇数しさ。993枚。順調に持ち球はじりじり増えてますんで、そうですね。まあやっぱ一発でドカって伸ばすのは結構難しい台なんで、今みたいな感じでちょこちょこ初当たり引いてちょこちょこ伸ばしていくっていうのが、まあ理想的な出玉増加になってくるのかなとは思うんですけど。はい。緑ゼリー。早いよ、まだ早いよ。チャンスアップください。おー、チャンスアップきましたよ。お、当たりました。395ゲーム、相当3万3000円です。なんとかします。なんとかお願いします。もう一回。おお、当たったんですね。当たりました。すげえ、天国です。はい。さすがに43ゲーム、42ゲーム、一緒に師匠通しましょう。ゴミトレスク、チャンスチャンス目のとこ選ばれやすいんですか。まあドミトレスク選ばれてますね、お互い。まあなんかそこは多分振り分けだとは思うんですけど。して揃って終わりにしてくれ、もう追加どうしよう。失礼。ラスト行ってきます。おー、違うわ。最終ゲームは敵の叫びが入るんで。いや、60%以上あるわけですから、2人でやったらどっちかクリアするんですよ。120%ですよ。おら、止まれおら。この後もなんかパンオンしますから。ほんまでしょうか。お、復活だ。いいさん、復活です。これ復活です。多分イーサンは復活なんです、今までの法則で。クライマックス俺もだからリール回んなきゃいいですよね、今の道井さんみたいな。そうですね。ただこれは偶数下だったかな。すいません、なんかクライマックスバトルの天才で。いやいや、すごい。ノーミスですもんね。ノーミスです。すごすぎる。なんでこんなクリアできないのよ。すみません、師匠の分持たします。ゴー。赤背景の7。はい。おお。朝食。ここ大事。おい、うまい。もう一回。でかいでかい。いやー、素晴らしい。あれ？一回で終わっちゃった。お、ゲーム数じゃないですか？ゲーム数。おそらく。何も引いてないですもんね。何も引いてないです。はい、クリスモード。あー、来ちゃった。揃えればいいのだ。あー、ナイス。ナイトファイヤー、うめえ。いってきます。お、これ赤ですね。これは継続率シスターのはずです。生かしちゃうぞ。うまい。これ追撃取れたらめっちゃいいですね。1セット目は保証があるわけですから。さっき追撃めっちゃ面白かったんで、もしかしたら黒ナビ出た方が追撃、ああ、増殖もしたしてるのかもしれないですね。いや、これはさっきのスイカの恩恵とかなんですか。いや、さっきのスイカはこの後の追撃の多分抽選に回ると思うんですよ、おそらく。ああ、これが多分スイカの恩恵だと思います。はい。うれしい。いいでしょ。うまい。うまい。ラーメン30。ありがたい。やっぱ4が限界なのかな。5を超えられないな。いや、なかなか。まあ 75% あっても平均4連ぐらいなんで、まあなかなか 90% とかないと大連チャン難しそうですね。おお、強中。ああ、いいですね。素晴らしい。強中で10だけなわけない。オーケー。おお、バイオチャンス。リベンジですね。はい、リベンジさせていただきます。自分リベンジさせていただきます。リベル。マヨチャンス下手くそかもしれません。マウラス来た。リプレイ。お、来た。いや、ありがとうございます。これで増殖必ずするんで。します。あー、いいじゃん。クリス？幻。あー、もみじ柄です。もみじ柄？はい。エンタライズの激アツ柄といえばもみじ柄なんですよ。だからナイトファイヤーいますよってことですね。います。おお、2回。めちゃめちゃドアップ絡むナイトファイヤー。おお、虹。はい、あ、行ってきます。もう良くないと。プレイ、ナイスリプレイ。いいですね。4連覇2回。いや、これはいったっしょ。復活するでしょ。いやもう多分その第3までだと思いますチャンスアップ、チャンスアップ欲しいんだ、1個ぐらいは。チャンスアップこれ冷やかしの可能性あるだろう。あでもレア役引いてるのがちょっと怖いけど、まあ大丈夫だと信じましょう。強チャンス目かい。よしよしよし。いや、じゃあこの強チャンス目ちょっと後にじゃあこの強チャンス目ちょっと後になんとかなりませんかね。なんとかなりませんか。レアパワー持ってるとかありませんかね。なんとかどうでしょう先生。先生、僕は本前兆中に2回強チャンス目引いてるんですよ。その前にも引いてるんですよ。はい、前兆ステージ中に。ハンドドッグなんとかなりませんか。あ、来ますね。だってドミトレスクはチャンス目で当たりだったんですよ、先生。あ、そうですよね。うわー、惜しい。なんとかしてもらえたら嬉しいな、僕は。見たことない、まあ、それはまあ。あ、先生。2度あることは3度あるですか、先生。来ました、来ました。先生。おー、ありがとうございます。あ、気持ちいい。はい、これでファイナルショット、必ず勝ってくれます。いやー、ねだってみるもんですね。はい、先生のお力をお借りしたいと。先生、もう大丈夫なような気がします。先生。急にどうしました。先生。荒ぶってますね。荒ぶってますね。あ、ナイトファイヤー。ありがとうございます。気持ちいい。いやー、よかったよかった。まあこれで一応4の2で 50% になりますから、ちょっと引き負けてるで済むんで、あー先生そういうことならもういくらでもどうぞあげますあげます。もしかして強い方で返してくれたりしちゃいますね、先生。起きましたね、荒井さんの。やっと目覚ましたっぽいっすわ。おはようございます。めっちゃ割れろ、めっちゃ割れろ、めっちゃ割れろ。パパ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 。もう一回。いや、十分です。あるんで。よし。とりあえず平均でした。ありがとうございます。頑張ります。わ、ラウンド4が鬼門ですね。まあ本当物欲センサーが一番働くセット数ではありますからね。確かに。次超えればって思っちゃう。ああ、ダメ？今じゃない。確かに。ゴイス、カモン、カモン、ゴイス。これこっち。やっぱちょっとネイティブっぽい発音で呼びかけないと。ああ、やっぱ、はい、向こうは外人なんで。オーケー、サンキュー。オーケー。クレイス。レッツゴー。ファイヤー。思いっきり日本語発音で、ファイヤーって言っちゃいましたけど。オーノー。ゴー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 。ゴーゴーゴー。バー。ゴー。バー。あ、バー。Oh girl, fire, fire! Wow! Go! No! Koji! Hey! Chance! Chance は来んじゃねえか、クリスが。クリスが。Come on, come on, come on! Okay! 出るなよ！揃えちゃえばいい。スタバネって言ってもビカビカしてんでしたっけ？いや、してないですか？してないです。なんかスタバネビカビカした気がしただけでした。勝ってよしよし、勝って勝って勝ってなあ、よかい勝ったい。なんでまあ1回しかやってない。ラスト10ゲームです。おい、おお、めちゃくちゃ熱いですよ。その装填演出っていうかチャージ演出みたいなやつ。おお、これで8点です。おお、星4。これはもうあれ大丈夫、復活して。まさか、ああ、よかった。わあ、20増殖あるかもしれないですよ、これ。それじゃバイオチャンス。おい、うわあ、これあげたいですね。リプレイ、リプレイ、リプレイ。バイオチャンス下手くそなんですよね。リプレイさえ引ければ。20が増殖します。おい。はい。はい。おい、あるあるある。よし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 。次で終わりなんで、で多分レベル3も20じゃないですか。だからこれは多分2段階までいくとか、多分そういう感じになるんじゃないですか。あ、そういうことか。よし、ここ。うっす。へい、からの、へい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 。へい。これで80。80。もう1段階いったらすごいことになる。うん。十分。ありがとうございます。いや、残り10秒。終わりかけからもね。いや、ありがたいです。2000枚オーバー。いや、スイカはいっぱい引いて結構仕事できたんですけど、それ以外の出会いは全くでしたね。全然引けなかった。一応100だった。まあ、きついそれ。325枚です。早めに引き戻せるよう頑張ります。はい、持ちこいんで。うわあ、お願いだよ。終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。ラストー。おお、高設定差のジャックですね。ジャック。確か。かっこいいクリス。これめっちゃかっこいいですよね、この画面。かっこいいです。2249枚。おお、来ました。おお、でマザミランダ来たい。これが、はい、おそらく今2300枚持ってるじゃないですか。はい、あと多分有利感の残り枚数がもう400枚ぐらいだった。400枚切ってるぐらいだったんで、おそらくこれで有力感切ったんだと思います。ああ、なるほど。で、ここから、もう1回クライマックス7をやるということです。そうです。引き戻し期待度 55% あります。55%。どうするか。じゃあ。まあ、要は前半のエピソードパートで、さっきの僕みたいに弱点役引くっていうパターンがないクライマックスバトルなので、いつもよりはちょっと期待度低めになってます。なるほど。よいしょ。レアパワーあります。なんだ。あ、そっか、レアパワーは絶対持ってるのかな。絶対持っている。おお。ああ。天才。ああ。これは。大丈夫です。もう、のはずです。もう音変わったの。これがミランダっていう、まあ、ラスボスになるのかな、ミランダが。あ、そうなんですね。ちょっと僕もゲームやってないんでわかんないですけど。これが貫き要素ですね、いわゆるユリカンを貫通させる要素。あ、スマスラですもんね。はい。お、トゥービーコンティニュー。かっけえ。お嫁さんとこ帰ろう。すげえ、もう本当にうまいですね。全てにおいてタイミングがバッチリ噛み合ってる気がする。いやー、嬉しい。言うていつものクライマックス7よりは難しいんで、年末に苦しんだ甲斐がありました。いや、素晴らしい。引きが弱くて。うますぎる。すげえな、マジで。こうやって出すんだなっていうお手本を今見させていただいてます。すごい。お願いお願い、もう一個いこう。わあ、30か。いや、もうでもでかいですね。お祭りだーい。完全に。お。わ。増殖してくれた。ああ、すごいでかい。おい。なかなか本当にパチンコもやっと引き戻ってきたんで。なるほど。いやー、2024年始めちゃいます。はるかイヤーになりますか今年は。はるかイヤーにしちゃいます。で、一応ここからはですね、はい、もうゼロの状態から、はい、まあ、有利感切れて AT 始まってますから、はい、一番また有利感のゴールに近い状態で AT 始められるんで、まあ、なかなかその何かが優遇されるとかはないはずなので、はい、まあ、難しくはあるんですけど、まあ、またループする可能性もあるよと。はい、まあ、去年の後半、私パチンコを憎みながら生きてたんですけどやっと。あ、パチンコってそうだ、楽しかったなってなってたんですね。やっと戻ってきました、気持ちが。あんなに愛していたパチンコをそんなに憎むって一体どんだけ負けてたんだっていうのはちょっと気になるところですが当たりって何って思ってました。当たりって何はちょっときつすぎますね、展開が。まあ、楽しいし新鮮なんですけど、うん、やっぱ頭がごちゃごちゃになるというか、ずっとナイトファイヤー。素晴らしい。ありがとうございます。あ、よし。おお、ベビー。でもベビーなら天国行った。ベビーちゃん天国行ったってことでいいね1回ぐらいちょっとチャンスアップ出とこうね。よし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 。朝食だ。ありがてえ。間違い大丈夫ね。よし、なんとか。ちょっと私も持ち込んでクライマックスバトル当たりましたんで、いってらっしゃいませ。はい、なんとかこれクリアして戻ります、そちら側に。頑張れー。お、先生だ。あ、先生は継続確定です。あ、おバトルのお時間もというわけで、これは追撃終戦と。欲しいですね。追撃ない当選せず。またドミトですか。さっき山ほど引いてたやつ、今欲しいです。山ほどちょっと分けてほしいですわ。ここに多分、はい、本当に生きたな、びっくりマークス3つの強調集めだけなんでまあまあまあ、レア役に頼らずとも当たるのが魅力なんですから、うんうん、大丈夫だ。不穏します。しばらく引いてない、レア役以外のフリーズを。今ライトイニングインパクトしたんだけど、いい音したのにな。あ、こっちだった。教授。ありがとう、教授兄さん。まあね、さすがに君が来てくれれば100人力だよ、こっちを。お願いします。あ、まあ、どうぞどうぞ、お帰りください。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 帰っちゃう。お帰りください。帰っちゃうから。ってこと。お帰りなさい。いや、あの、ちょっと。26マシンガンのせいですね。おかえり。すごい。違った。おお。やりました。おかえりなさい。よし、やったー。9時間。めっちゃあるの、めっちゃあるの。おい、ナイスです。はい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 。もう一回。いけ、頼む。どうだ。あ、さすがです。今頭の中右中って声が聞こえたんで、俺は俺を信用しない。それで成功する。俺は俺を信用しないシステム。よーし。あ、来ました来ました師匠。今右って言ったらお前。俺は俺を信用しろー。でもまあまあ初めて。121。はい。よし頑張ります。つなげますわ。終わり。いやーでもナイスファイトですよ。2500。すげえ。6枚。もう一回やらして。ダメか。さすがに切らなかったかな。はい。あ。最終ゲームですよ。お、リプレイ。あ、外れ。ということはなんか出てくるのかな。出てきそうです。弱チャンスか。弱チャンスです。で、何も出てこなかったです。弱チャンスか。リリベしか見てなかったです。後藤です。おお、押せない。おお、こう来るわけだ。何引いたんですか。何も引いてないです。ん？何も引いてない。素晴らしい。いや、何も引いてないですよ。もちろん当たるんで。はい。さあ、191ゲームです。素晴らしすぎます。よし、いけるいけるいける。スイカならいけるよ。今まで山ほど引いてきたよね。お、チェリーレアパーもらいましょう。レアパーは 50%50%。 オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。レアパーはいただきました。いいショット。あ、なんか言おうとした。ああ、リプレイはダメ。リプレイはダメ。レア、あ、まだ言おうとした。おお、そういうことです。やっぱ弱地がだからこうやって引けると強いですよね。そうですね。これがそうか、設定がいいとまあちょっと優遇される部分と言ってもいいでしょうね。まあ多分道井さんのタイム、おお、通った。やっとクリアした。ありがてえ。やったー。道井さんのタイム強いスターはそこまで出てないですけど、さすがに弱地がもうずっと安定して良さそうなんで、はい、まああると信じたい挙動ですから。これを生かして1000枚出そう、1000枚。いきなりレアパワーに来てます。きた。あ、違うんですよこれ。レアパワー取っちゃうと、チェリーが弱点役でないことが確定しちゃうんですよ。逆に言うと。ああ。ここで取れなくてキャラが選ばれるときに来いってなる。なるほどなるほど。弱点役引いてるからそもそもみたいな。ああ。タイミング。だベビーじゃないのねやっぱ。やっぱ君か。ただ。おい。ああ。ありがとうございます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 。全方位に。うわあ、少ないな。いや、もう、道井さんは休んでてもいいぐらいのレベルで、出玉出してますから。あとは、このポンおじが。ポンコツおじが。なんとかします。ポンおじが、なんとかします。初ここ大事ですね。頑張ります。95ゲームでした。95、ああでもすごい。まあまあです、まあまあです。あ、来たー、嬉しい。クリス。ゲーム数白になってからですけど、赤の鎖来たんで、多分大丈夫でしょう。赤になりました。いや、今度こそ。そろそろバー揃ってもいいでしょう。いくらなんでも。よし。あ、止まんなかったの。よし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 。やっと入りました。はい、コンファイア。嬉しい。コンファイア。イエーイ。いけ。頼む。クリス。レイクレイクレイク。何も乗せない。何もない。やめて。ああ。いっぱいさっきまでリプレイ引いてたんだから、ここでも引いて。220枚。まずい。220枚。はい。これは。10ゲーム。そんな、まさか。まさか、師匠。難しいよ。何回言ってくれ。うわー。引けるか。うわー、ラスト。ラストでございます。さあ間違えて出てきて、間違えて間違えないね、間違えない。じゃあとりあえず、まあお互いまあキリがいいんじゃないかというところですので、まああとはですね、ちょっと僕がだいぶ投資入っちゃってますので、果たしてプラスになったのかどうかしっかり計算して、エンディングで結果発表しましょう。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。実践終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー楽しかったです。いやもう本当にバイオハザード×道井遥のやっぱ。凄腕っぷりをちょっと今回もまざまざと見せていただきつつ、まあ僕今日がホールサンダル初打ちで、まあ正直道に迷ってました、途中までどうやって出したらいいんだろうと思ってたんですけど、まあ道井さんの出し方を見てて、あ、俺も次打つ時これやればいいんだっていうのがすごい分かったんで勉強になりました。まあでも最後の方を大きになられて、大きに急に恋愛劇聞き始めて、はい、まあ本当にあれがなかったらと思うとゾッとしてたんですが、まあ結果の方しっかり計算してまいりましたので、はい、じゃあまずはポンおじの方から。はい、はい、ポンおじからちょっと発表させていただきますと、ポンおじは、ポンコツおじさんの略ですのではい、投資が41,000円1927枚で、獲得枚数がこれあったかいですね、759枚南国ということで、ああなるほど、はい、で、3枚がマイナス168枚です。大変申し訳ありませんでした。投資がちょっと、ね、かすめました。はい、私投資が9,000円の423枚、お安い、獲得2,428枚、高い3枚が2,005枚、天才いやなかなかこの限られた時間で、はい、バイオリベ違うビレッジバイオリベっていつもいやもうポンジなんで、はい、バイオビレッジ打って2,000枚出すのって相当難しいんじゃないかと僕は思うんですけど、いやなんか挙動がよくって、まあ確かに良かったと思いますけど、それ以上に、はい、私の右腕が噛み合った、いやもう本当にここでこのレア欲しいんですけど、はいどうぞみたいな僕は一番のミスは、はい、お帰りくださいって言っちゃったことですねせっかく教授に帰ってきたのにお帰りくださいって言ったから、ああいいの、あじゃあお疲れっつって帰っちゃったっていうのは、それです、はい、日本語の難しいなと思ったんですが、まあ結果的にとなるとですよ、はい、2人の操作枚数は合算で、はい、プラス837枚ということで、いやよかった、マジ助かりました、よかったです、本当によかったです、ありがとうございますよかった。でもやっぱり最後に師匠が800枚700枚出してくださったおかげでプラスになったので、はい、お気遣いも完璧ありがとうございました。俺ちょっと泣きそうだったんですよ途中からちょっとなんとなく気づいてます、師匠元気ないなって。そう、毎日こんな感じなんであ、今日も俺はこれかと思ってて、今日も5万円なくなるのかなとか思ってたらまあ最後本当出てくれたんで、ちょっと気持ちも復活しましたけど、よかったです。これがやっぱ2人での終始っていう感じですね。ありがとうございます。頑張りましょう。というわけで、はい、今回はなんかプチご褒美会みたいな感じですか。アーマーギフ。そんだけ買ったらまだ欲しいですか。はい。あんて。まあうちのお嬢を怒らせたらとんでもないことになるからな。何言ってんの。まあまあ約束は約束です。ワイルドファイヤーされますよ本当に。まあ約束は約束ということで。はい。じゃあちょっとあげますよ。やった。本当のやつだ。これ本当に入ってるかな。大丈夫かな、これマジックで口書いてあるわけじゃないですね。入ってます。本当に入ってました。本当だ。しかもハッピーバースデーって書いてある。生まれてないよ誰も。ありがとうございます。すげえ。やった。今年は生まれ変わります。はい、僕も今日でもう負け組の俺は。おさらばということで生まれ変わって明日から頑張りたいと思うんですけど、はい、これオープニングでも言ってましたけれども、はい、プレゼントfor youです。これを貯めましょう、貯めてイヤホン買ってください。ノイズキャンセルの今なかなかその機能でついてるのは有線ではないので、まあなんかちょっと騒音性の高いいいやつ、これ4枚分あれば僕が使ってるやつぐらいのやつは買えるので、はい、じゃあ来週もじゃあプールしとこうかな。まあ一回戻してバイプッシュしますか。バイプッシュじゃなくて、もともともらえる約束しようかったら来週でしょ。来週というか次回です。次回。はい。そうしましょう。次回バイプッシュ。バイプッシュ。言葉に落とさないとダメ。これはもう権利として約束してるんで。あるもの。これはもらえるもの。あるものとして。で次。いやまあだから持ってていいんじゃないですかじゃあ。まあ持ってていいっすよ。はい。ありがとうございます。いやいやとんでもないです。実際それ以上の枚数僕いただいてます。いやいやそんなことないですよ、言ってますけど。いやよかったです。ただやっぱ今後も道井さんはこっち側の仕事が結構増えていくと思うんで、絶対自分に合うイヤホン1個持っておくだけで労働環境ガラッと変わりますから。労働環境大事ですもんね。大事です。ありがとうございます。とんでもないです。そして見ている皆様へもプレゼントをお届けできるってことでいいんですね。間違いない。そうですね。ありがとうございます。なんで迷ったんだろう。メインは二人のサインね、サインもそこにすごい力を入れるところがちょっと怖いですけど、精神誠意心を込めて書かせていただきます。はい、書かせていただきます。はい、いや、良かったですね。どうでした、打ってみたい打ってみたいって言ってたバイオヴィレッジ、やっぱりバイオハザードのその伝統の演出みたいなものをたくさん見れて、もう私は体感ができてすごく楽しかったです。あとはやっぱあれですよね、その AT 自体が今のスマスロの中では割とかなりマイルドな、まあ純増も低めですし、その分やっぱ追加引くだけでちょっとクリスモードに期待できたりとか、やっぱこう手数の多さ、あとはやっぱその最大天井の低さとか、まあそういった意味では今までになかった新しいスマスロの形を一つこう体感できるというか、遊びやすいですね。遊びやすいですね。で、実際多分本当に道井さんが有利感貫通したけど、今の機種って貫通してからがすごくなるっていう感じなんですけど、そこすらフラットにしてあるんで、まあやっぱり通常 AT にある程度パワーを振ってるなっていう感じもしますし、まあその辺はやっぱこう毛色の違う AT 機ということで、そういうのを選べる時代が徐々に徐々に来てるのかなっていうのはすごい感じますよね。はい、あとはやっぱ音気持ちいいですね。音がね、気持ちいいパオーンのやつがもう本当に私目覚ましにしたいです。はい、でちなみにもし負けてたらどうなってたんですか。一発芸でしょ。危なー。それはやっぱ次回も同じ条件ってことですか。まあ良ければ。まあでもね、次回までに考えられる余裕が生まれたんでね。はい。そうですね。皆さんが望むなら。そうあろうかと。そうあろうかと。でもこれは玲子様を超えなきゃいけない一発芸だからね。玲子様を超えなきゃいけない。玲子様を超えられるわけないじゃないですかね、我々が。そうですよ、あんな大先輩よ。大爆笑の一発芸でしたから、もう。本当に。あいつ、知らないからな。玲子様に言おう。言うわ。知らないぞ。まあまあ、そんな感じで、まあ、勝てば。嬉しいことがあり、負ければリスクを背負う、まさにパッツスロと同じですけども、いつの間にそんな罰ゲームできたんですかね。できたのか、もうだからこういう流れだからちょっとご褒美会も心配なんですけど、まあ一応次次会ぐらいですかね、多分予定では、はい、はい、ご褒美会発動ということで、なんか今日もすごい一生懸命頑張ってスタッフさん動いてらっしゃったみたいなので、打ち合わせをしてね、はい、だからと素敵な回になると思いますので、こんだけ貯めてるんですからね。大丈夫かな、駄菓子食べ歩きとかじゃないよね、大丈夫。小学生じゃねえんだぞ。まあ次回もね、皆さんにサミー商店オリジナルグッズプレゼントできるように、終始プラスを目指していただければと。わかりました、頑張ります。まあとにかくですね、まあそういったご褒美会も控えておりますので、それに向けて気持ちよく迎えられるように次回も頑張っていきたいと思いますので、はい。というわけでまた次回お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございます。すごい。何？すごくない？おい。とんでもねえ。3割あります。ああ。デカプッシュですよ。これ時出てくるかもしれないぞ。本日の収録店はニュークラウン綾瀬店さんでした。よろしければチャンネル登録といいねと通知音をよろしくお願いします。